どうもピヨキングです。今日はこのコースやっていきます。ガッテムシティカッコトロールバージョン12、クソったれの街ということですね。でこの制作者ボックスさんっていう方はめちゃめちゃ面白いコースを作ってくれるんですけど、バグを作る人なんですよ。さらに説明文の最後の方にコラボスティーボって書いてるでしょ。もうこのコースも僕もぶっ壊れる未来しか見えない。もし僕がそうなってもさ、あいつものことだって思って見てるでしょ。みんなもどうかしてるぜ。まあ僕自身健康ですっていうことですね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0% で、このコースめちゃめちゃ珍しくゴール条件があるんですよ。ゴール条件はスーパーマリオのママゴール。ゴール条件があるってことは中間がないんだよな。まあ中間がないならそんなに長いコースじゃないと思うんですけどね。でピンクコインコースか今日は。でもさ、中間がないのにピンクコインコースってちょっとわからんくらい。そんなんよくれますよと。嘘つけ。開幕無機物。あらあら、開幕バグが来ると思ったけど意外と普通じゃない。シンプルでいいね。ならこの隙間行っていいのかい。隠しブロックがあるみたいだ。あーなさそうだね。罠に引っかかる気満々だったんだけど、じゃあ花いなくなってくれる。パックンチョ。今のパックンチョの言い方さ、めちゃめちゃ気持ち悪くなかった？なんか思い出してすげえ気持ち悪いなって思って笑ってしまってるんだけど。じゃあパウを倒してすぐ右に行きます。なんかここ右行きにくいんだよね。上になんかあるみたいな。ポチは小屋に帰ってろ。ならこのパウを右側に発動してすぐに土管に入っていけばいいと思いますよ。何お前が入ったみたいになってんだよ。はいどうもこんにちは。さよなら。これさ、壁だと思い込んでた。なんか似てるよね。じゃあキャロンは履いていこうか。今裏にトゲ像があったよね。上から踏んだら当たると思うから、ここどうするんだろうね。キノコ様。そういや昨日寝る前に思ったことがあるんだけど、僕何かに引っかかったら絶叫をよくするじゃん。その絶叫を全てピーヨンにしてみたら何言ってるかみんなにも分かるんじゃねえ説ね。ちょっとやってみようか。今の正解を教えてあげよう。花で多分みんな分かってるよ。ちょっと待って。でこれさ、もういいか、このまま右に行っちゃおう。パウジャバーン。ダッシュボタンを押さなかったらいいんだ。そうしたら剥げる。そうだろ。やめろ。さっきから全然進んでねえって。再放送ばっかりだって。いや再放送じゃないけど、ほぼ似たようなばっかりだって。ならここでパワーブロックを壊せました。でこの四角の枠のところは叩かねえよ。絶対に隠しブロックがあると思うからな。で次はオンオフをすればいいのか。これはまあまあ進めるでしょう。オンオフをして、いや左に氷ブロックがあるね。いや一旦してみようか。して、ああそこにファイヤーが出てきてくれんじゃん。取らせてくれる。まあそう簡単に取らせてくれるとは思うねえよ。僕はどうせもてあそぶんだろ。何回も今度はキノコじゃねえか。え、キノコも取らせてくんないの。じゃあ次は何よ。これも取らせてくんねえんだろ。だたまー。こんなにもてあそぶの大概にしてもらえませんかね。ここでサンボが出てくるの面白すぎでしょ。いやいや、こんなド M の僕としては、いやド M じゃない。おお、これいけんのか。裏は当たるだってか。吐き出せー。冗談じゃん。であればこのフラワーを取るなど、これチビだったらいけるよな。やっぱそうだよな。もういいやから、バグを持ってくんだって。でもまだ100個ぐらい持ってきていいよ。うん、これ叩いちゃっていいのかな。で右のドアはパウを持っていくしかない。だからフラワーを取りのパウを持って右側に進む。え、これ以外ないんじゃない。返せ俺のパン様。じゃあジャンプしてみようか。ここでジャンプすれば、なんか腹立つな、そこに入るの。左に持っていかれる前提で一旦左に逆に逃げてみようか。これでいいんじゃない。早く来てよ。でこのまま右に進む。いやチビだけどいいかな。なんか心もとねえよね。どこだよそれ。チビでもキノコでもよかったんじゃねえか。左にパワーブロックがあるでしょ。このパワーブロックを持つな。でピンクコインの上に行けば土管があるみたいな感じですね。まあそんな感じはしてましたよ。中間ポイントがないコースってこうやって最初からルートを変えるとかそんくらいしかないもんな、長くするためには。じゃあここで上をシッパーすると土管に入れましたね。さあブランコがある。でハテナブロック叩いてみようか。お前カチャカチャ捕まんなって。
この画面さ、色素薄くない？僕のモニターがぶっ壊れてるだけなんかな。大丈夫かいマリオメーカー2、顔色悪いけど風邪気味かい？大丈夫、心配ないさ、僕も風邪気味だからな。ならオンオフをしてみようか。あっ、美しい。いや、たまたま避けれたけど、何今のこの3本の動き。いや、君はキモいんだけど、ちょっと毛虫みたいになってる。で、上は、あ、鍵あるね。この鍵を取れっていうことは、あ、帰った、今すぐ帰れ。この罠は、あえて引っかかりたい気持ちもありましたけどね。これハート型とかなんないかな。なったらめっちゃ可愛いよね。なら、ここで隠しブロックがあったからすぐ右に逃げる。これで鍵は手には入ったのか。で、この鍵ドアに入れっていう感じだね。バカにしてんのか。いや待てよ、右上の鍵はいらないのかな。鍵2ついりますっていう可能性もあるもんな。お遊びはこの辺で終わりだ。俺を舐めるだ、舐めるだ、舐めるだ。何やってんだお前。集中しろ、ここはそんなに難しくないはずだ。バームを置く、で鍵ドアに入ります。やっと次に進めたよ。これは上と下どっちかな。下が怪しくない？だから僕は上を叩きたいと思いますよ。このピチピチパスが今日調子が悪い。こんな2分の1を外すなんて僕はどうかしてると思いますよ。ここ隠しブロックはないのね。このおい、なんだろそれ。この下はなんかあるのかでしょうね。いや今のは面白すぎでしょ。なら早めに早めに乗っちゃって。いや違うんだって。次こそ早めに行くよ。ここに引っかからないようにする。でクパクラに乗りーな。でオンオフはしていいのかな。うーん、しておこうか。フィッシュに引っかかった俺は魚か。でも今のでオンオフをしたらいけないっていうことが分かったね。フィッシュボーンが通り過ぎた後に上に行きます。でこの縦のは叩いていいのかな。なんでだよ。そういや結構前の話なんだけど、兄ちゃんが芸人になりたいっつって吉本の学校に行ってた時期があったんですよ。でその学校でコントをしろとかいうテストがあったんだろうね。誰かも知らない人とコンビを組まされてコントをしなくちゃいけないみたいな。でもさ、誰かも知らない人だから気使っちゃうじゃん。お前何やってんねんみたいな、ちょっと気使いながら言ったりするらしいんだよね。だからその時に僕よく言われてましたよ、ツッコミでお前が欲しいって。いや光栄ではあるけど、いや僕も嫌だな、ツッコミで行くってさ。いや今こうやってツッコミまくるような実況してますけど、カメさんじゃん。もし僕が芸人さんで売れてたとするじゃん、サンシャイン池崎みたいな感じになってたかもしんないね。いやまあそれはそれで、っていうかどこ行ってんの。え、いいじゃん。よくねえじゃん。なんでいいと思ったんだよ。よく見たらパックの裏ドアが隠れてんな。ならジャンプシーのジャンプしてツタに登れませんでしたけど、ブロックのせいだ。僕はその話を本気にして芸人さんになろうとしたとするじゃん。そしたら兄貴の頭を叩いてるわけでしょ。いやみんな仕切る？兄貴の頭を叩くって結構勇気いらない。ここのブロック何もないのね。でこのコインはなんだよ。豚麺っておいしくない？まあ芸人さんの世界もねめちゃめちゃ厳しそうなんで売れてる自信はありませんけどね。さあこのドクロユートは特に何もしないのね。うわ嫌な予感がする。このハテナブロック叩いて左に逃げようか。メッテ、このメッテ持っちゃっていい？メッテ持ちの左で進みます。いやあそこは特になんもなかったな。でオンオフをしてこのハテナ叩いてみようか。ヒロコ様、ちょんまげの上の部分みたいなやつ。キノコに釣られてしまったぜ。この制作者、僕がキノコを好きだということを分かってる。そうだ、僕はいつもエリンギとエノキのポン酢炒めばっかり食べてるんだ。そうやって食物繊維をなるべく取って便秘にならないようにしてんだ。何の話をしてるんだ。どうでもいい話をすんだ。でこれは何、オートレベルって書いてる。下に行けば、もしかしてこれさ最初っから、いややっぱりそんな気がする。ホールドワイで次は右押しパーみたいな。何これ、十字キー。十字キーと Y ボタンのところじゃん。でもこれこそ本当に最初から言う。多分これでゴールができるからあえて最初からしてきたね。そうすると最速のところにめちゃめちゃ早い時間で僕の名前が乗るんじゃないかな。じゃあここで右押し一発します。やっぱり土管があるやん。こっから何が起きるのかな。うん、次は、あ、これ今までに通った場所じゃん。あ、この土管入れるんだ。最初から入っておけばよかったな。さっきクッパクラの時入れそうじゃなかった。あ、やべ、右押し一発するの忘れた。あ、いける、まだ間に合う。やばだ、いけるよな。頼む、間に合って、これいけないぞ。ちょっと押するの遅かったもんな。キノコ様、キノコ様いる。俺のバカ。よし、
次こそ右をシーパーする。さっきはここでね右をシーパー忘れてしまってたんだけど、これでさっきのキノコが取れるっていう感じだと思いますよ。でゴール条件がキノコを取ったまんまゴールだから、このキノコを取ることでゴールができる。いや待てよ、まだつららがあるな。これはさすがにいけるな。さあ早くゴールを見せてくれ。ゴールができるっていうことは分かってんだ。あ、なんか書いてる。あんな早く読めるか。で、あのキノコは？ここはなんか嫌な予感がする。この音楽、さっきの場所じゃないかな。ノーって書いてない？この下に行ったら？ビッグレアってなんだろうな。なんだよお前ら、くんな、キモすぎビッグ。この次に気になっちゃったことがあって、このキノコを取って右ジャンプ。貴様、ここでキノコを取ったら左に降りようじゃないか。これで大丈夫だと思いますよ。またまた隠しブロックとかもあるね。何度も引っかかる俺と思うな。でこの土管はさっき言ったから、このドアで大丈夫だと思いますよ。さあゴールは、ハッパーよっほっほっほ。ナイス反射神経。しっぽこげ。次は絶対葉っぱは取らない。これでゴールができると思いますよ。さあゴールしようか。はぁどっから出てきたお前。え、フラワーないよね。もう絶対ないと思う。ゆっくり行ってみようか。なんか出てきたしさ。で上隠しブロックがあるんでしょ。これ抜けろってむずくない？抜けられるかな。よし、おマリー、もう服着んな。あのカエルを避けたとしてもよ、あのカエルってぴょんぴょん跳ねてくると思うんだよね。だから一旦左に行けの。あっ、え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 っ、さっ。いや中間長かったけど、なかなか長いコースでしたね。でも本当に楽しいコースでしたね。ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオネタドスに道を切り開いてもらうお話。説明文にネタだけどちゃんとした一発ネタです。どういうこと？ネタだけどちゃんとした一発ネタですって何？ネタだけどちゃんとした一発マリオっていうことなんじゃないの？細けえ話はいいんだよ。でサムネを見る感じ、レールの上にドッスンが2体、そしてバネが5つ重なってるんですよ。ということはドッスンを右にやってバネを落とせっていうことなんじゃないかな。でもさ、ドッスンを右にやるにはドッスンの隙間に入らなくちゃいけないんですよ。それめちゃめちゃむずくないか。レールも右向きか左向きかで全然変わってくると思うしさ。まあやっていこうか。クリア率は 0.38%。 前も似たようなコースやったと思うんだけど、ドッスンとバネの組み合わせってめちゃめちゃ面白いんだよな。変な動きするからさ。さあ始まった。これは右に行けばいいのね。右に行って、あー急に出てくんな石親じゃん。てかレールは左向きなんだね。じゃあ見守っちゃってみようか、このドッスンを。え、何やってた？この隙間に行けっちゅうこと？でも残り時間は0秒、全然足りませんよ。まずバネが落ちるタイミングを見極めようか。はい、123、はい、123、はい、123、はい、1123、はいのタイミングだね。でこのまま右に行けばゴールがあるみたいな。どう？もうタイミングが分かったらこっちのもんよ。はい、123、はい、123、はいのタイミングで、いやわざとやってるわけじゃないよ。このタイミングに乗るのが意外と難しいのよ。さあこのまま右に行っちゃってんの。お前邪魔なんだよこのストーカーが。ドッスンがついてくるから大ジャンプができないんだよね。だから早めにドッスンより行って、ここ、これいいんじゃない。いけー、むっちゃー。もっと早く右に行くってことはバネの力を借りてみようかな。遅い遅い、バネ意味ねえよ。でも早く行くって言ったらバネの力を借りるしかないんだよな。下のバネ借りてみようか。もうセンスねえわ。やっぱり最初してたやり方が一番いいと思う。早めにこの隙間に入りの右ダッシュ、これめちゃめちゃいいんじゃない。これでゴールできんかった。どうやんだ。ガチで分かったかもしれん。こっからジャンプして右に進むじゃん。この隙間に入れたとしてもマリオのスピードが遅いからレールに流されちゃうんだよね。ちゅうことは方法は一つよ。なるべく左側に行くでしょ。でバネが落ちるタイミングを見計らってこっからダッシュシード、これでいいんじゃない。絶対これだって。はいはい、攻略を見つけたぞ。あとはどんだけ早くバネの隙間に入れてどんだけレールの影響を受けないかが問題になってくると思うんだよな。これいけるんじゃない。いけねえ、今のひどくないかな。ゴールポール触っちゃったやんね。今のゴールでいいと思うんだよね。うん、これはいけるのか。いけたー。
いやめちゃめちゃシビアのコースでしたね。ナイスアイディアのコースありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。見てください皆さん、最速を取ることができましたよ。これで僕は石親父を使って世界一バネを押し出すのが早い男になりましたね。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。